こんにちは。比例は令和でお願いします。もしね、私が本当に選挙に出るようなことがあれば、今の気持ちだとね、令和新選組の公認を受けたいですね。で、私はね、消費税廃止もむちゃくちゃ賛同なんですけども、生活保護の金額を上げませんかっていうところにも、自分なりのね、思いを持って取り組んでみたいなと思ってます。で、選挙に出る際は、地方議員になるのか、それとも国会議員になるのかっていうことで、選択肢が分かれるんですけども、地方議員の場合ね、例えば市議会議員とか、それから県議会議員とか、こちらの場合は確かね、1000人とかね、そのぐらいで当選する場合があるんですよね。1000人ともなると、そんなに遠い話じゃないかなと思うんで、YouTube のね、広報活動を通じて、ファンは獲得できるんじゃないかなと思うんですよ。まあ今はね、こう、全国にこの動画の視聴者さんがいらっしゃるんで、今、その YouTube チャンネルの皆さんの声を当てにするとしたら国会議員しかないかなと思いますけども、まあ、そもそもね、市議会議員とか県議会議員という手もありますんで、そっちもまあ狙わなくもないかなっていうところを思ってます。その辺も今度ね、令和新選組の立候補者についてみたいなね、そのお問い合わせフォームがあるんですよ。そちらの方で話をちゃんと聞いてみようかなと思います。その模様も当然ね、 YouTube の方にアップロードしますので、それを見てね、私がこれからどういうふうに進むのかとかね、今度衆議院議員の選挙が近々あるかもしれないってことなんですけども、そこに間に合うのかどうかね、その辺も固唾を飲んで見守っていただきたいかなと思います。まあ今私がこんなこと言えるようになったのも、そう、吉谷さんがね、言われたように、もともとは私借金苦だったんですよ。10年前はね。吉谷さんに出会った頃は私は借金いっぱいありました。でもその中で即価塾っていうネットビジネスを稼ぐ塾を立ち上げて、こっちで稼いでこっちで借金返済してて、もうなんかね、日々お金の回り方は良かったんですけども、でも負債の方がでっかくって、今日手元にあるお金を全部入れても全然ね、借金に追いつかないみたいな感じだったです。でもあえて、借金という余力を残すことによって、手駒のお金をね、使えるお金をだいぶ増やしていったっていうところはあるかなと思います。まあそれがいいように働いたのかなと私は今思ってますけどね。それで本当にお金が稼げてるのかどうかってことを証明する方法っていうのはいっぱいあると思うんですけども、ただどれでもね、どれもこれも疑われたらキリがないんで、私の場合は一戸建てを一括で買ってね、ローンの通らないこの体でで、いまだにそこに住んでるって形で、もう7年ぐらいになるかな、私もここに住み出して。ですんで、どう考えてもこれ買ってるでしょみたいな。通常今私が住んでるところは 6SLDK、 駐車場は車3台が入るみたいなね。で、庭も2つぐらいあって、で家のバックもでかいんですよ、結構、だから拡張性はあるかなと思って、近所でもね、一番間取りの大きいところなんですよね。大体ね、どのぐらいなんだろうね、300平米ぐらいあるみたいです。300平米っていうと90数坪、100坪弱って感じですか。まあまあ大きいんじゃないかなと思いますよね。で、2階建てで家もすごくしっかりしていてね、大工さんが渾身の力を込めて作った柱もちょっとね、でかいやつなんですよ。本当に頼もしい家だなと思って、玄関なんてバーンとなってね、すごい私もすごく気に入っちゃったんですけどね。これがだからもともとの価格5100万っていうのを30年落ちで、買ったという、およそ半額ぐらいで2800万ぐらいだったですかね。それも一発で買えるっていうことはね、やっぱこう稼げたなってとこなんですよ。まあそれで私ローン通りませんからね、いまだにローンは通りません本当に携帯が通るぐらいですね、携帯の契約がね。まあ、それでお金を稼いで、今私が考えてるのは、自分はなんとかなった、ビジネスの力でね。でもビジネスでなんともならなかった人をどうやって助けるかっていうと、政治の力があるじゃないかと思ったんですよ。特にその中で万人に共通するのは、消費税によってね、もう足元救われてるって現状ですね。まあ、今回インボイスっていうのも始まりますけども、インボイスってのは本当にね、悪税中の悪税で、このインボイスによって消費税ってものが逆に明らかになってきてね、どんどん消費税のインチキがバレ始めたってところあります。まあでも財務省をはじめ政府はご利用しするかもしれませんけども、このね、消費税ってのがね、あっても意味のない税金なんですよ、徹底的に。で、消費税って名前からして消費者が払ってると勘違いさせてるんですよね。まあでも最終的には商品の価格をお客様、消費者が払って、その中でいろんな税金に枝分かれしてるって考えたら、まあ言ってみればね、財務省の言う預かり金的な性格とも言えなくもないんですけども、だったら法人税だろうが何だろうが預かり金なんですよ。だって商品が売れた、で入金があった、入金があったものをどういうふうに税金に振り当てようかなっていうやつですからね。でも消費税の悪質なところはレシートにも出てますけども、商品価格1万円、消費税1000円で書いてるってことなんですよ。この表記ってのは全くの事実無根です。商品価格が全体で1万1000円っていうだけで、その中の1000円が消費税であるかどうかっていうのは分からないわけですよ。で、これは条文にもありますけども、消費者からお支払いいただいたお金がね、最終的に事業者から納税されることが望ましいとかね、予定されている税金だみたいな、こんなわけのわかんない書き方書いてるわけですよね。だからね、預かり金ではないと、益税もないってことがこの度はっきりしたかなと。これはなかなかね、れいわ新選組の田川亮さんが本当によくやったなと思います。まあだからね、れいわ新選組がまたね、好きになっちゃったみたいな。いや、こんなことをね、新進気鋭の政党が暴くよりも、なんか熟練のね、立憲民主党とかがね、国民民主党が暴いてほしいですよね。実は消費税は預かり金ではなかった、益税はなかったみたいなことね、長いこと国会にいるわけですから。だからやっぱり後発の方が、こういうふうに力があるのかなっていうところがね、今回も見え隠れしたかなっていうところですかね。はい、というところで今回は以上でございます。吉谷さん、暑いですね。お疲れ様です。